はいどうもパルプンテ J リーグサッカーチャンネルのツッツンです。ということで今回はマシュマロの国編が終了ということで、さあいよいよもう向かいましょう、早速向かっちゃいましょうということでございまして、まあ現在こんな感じですね。まあレベルがまあ最小レベルじゃないけども、一応ね雑魚キャラ禁止でねボスだけ倒してここまでやってきました。まあちょっとねこちらのミスで1回か2回かちょっとね雑魚キャラ本当は避けてもう通れそうな雑魚キャラとの対戦してしまったんですけれども、まあこんな感じですね。であと武器というかまあ装備に関してはこんな感じで、まあ一応パンツだけ履かせたりとか、まあ全裸につなぎだけ着せたいとか、あとは全裸にマントだけ、着せたいとかね、ほんと必要最小限の変態プレイでやってるわけでございますけど、さあもう早速参りましょう。いやー前回まで熱い戦いがね繰り広げられてきましたけれども、受験バスやっと直りました、運行再開ですと。マロージクッパ城まで行きたいのですが乗せてもらえないでしょうか。マシュマロから話を伺っております、間もなく到着しますので。あ、来ました。調子はどうかな？おお、バッチリなったね。マロージをクッパ城前までお送りしてくれるかな？お安い子だ。久々の運転で腕が鳴るぜ。さあさあ、王子、早く乗っとくんでまし。かわいいな、これ、受験バスってね。さあ、行きましょう。乗り込み完了、出発進行。さあふわふわ飛んでますね。さあ我々が帰るべき場所クッパ城って言ったら、なんかほんとクッパ軍団の一員みたいですけれどもね、帰ってきました。ということで皆さん行ってきます、このマリオワールドに平和をということでございますね。ああ、ついに帰ってきたと煮えたぎる溶岩の匂い、何もかもみんな懐かしい、こんな素晴らしい我が輩の城を横取りした火事嫁、首を洗って待ってろ。さあここがだから雑魚キャラ禁止縛りの難しいところで、まあ、さよなら突然にあるからまあいいんだけども、極力アイテムが欲しいですよね。コンペイトー的な、まあコンペイトー的なあれも、いや、よいしょ、的なあれもだから、でもスターの卵があるからそんなになんかな。くさ、うわ、とりあえず今日のやべやべこれやべ、とりあえず今日の収録で、今日の収録で、そうね、あいつ倒したいな、ほんと。あの、ケンゾールじゃなくて、あ、名前が出てこない。あいつを倒したい、この頂上にいるあいつを倒したいっていう話でございますけどもね。ただね、ブーマーとの連戦が、あ、ブーマーとね、あいつとの連戦なんで、相当きついな。ねえ、ブーマー倒して、ブーマー倒しても、だからその後ね、あいつに勝てなかったら結局またブーマーからやり直しなんて非常にめんどくさい。ねえ。ブーマーだけ、ういブーマーとやるのかな、ブーマーは別に勝てそうな、ブーマーは別に勝てそうな気がするんだけれどもね、まあ、ブーマーといってもね、あの、元オリックス、まあ、近鉄か。んどっちだっけ、元オリックスかの助っ人外国人じゃないですけどね、オリックスか、元オリックスの、ブーマーじゃないですけどもね、あのブーマーちゃんに勝てるかどうか、あそこは正直そうでもね、あれじゃないんだけども、問題はほんとそこ、その先だよな。連戦になるか1回で終わらせたいんだけど無理だよな。ちょ、ここ黒子がいますね、まあ、ここはアイテムね、お前のせいでアイテム縛りちょっときつかったんだからマジで。うーん、まあここはいいか、よし行きましょう。とりあえずセーブして、さあどうなるか、こっからちょっとまあね、めんどくさいんだよな、こっからこれちょっとまあリセットも挟みながらやるかな。6つの扉のうち4つをクリアすればまあ OK という、次に進める中間にございます。まあ1番、結局ねアクション、あ、これきついな、これはさよならには突然にって、これにしてもめんどくさいからいいや、これリセット、これをちょっとリセットしよう。
こうやってね、まあなんだろうな、いろんなステージをクリアしていくわけでございますけれども、どうやって、まあ、何を選んでいくかっていうと、まあやっぱりクリアしやすいやつ。どうなんだろうな、この結局、あ、やばい、ここちょっと、あ、音声が。何を選んでいくかやっぱ問題なんでね、どうしようかな。アクションステージはこれ、アクションステージがいいけども、6、あ、これこれ、そうそう、このアクションステージやってきて。ここでアイテムを、ビビり玉、そう、こういうアイテムを結構回収していきたいんで、どうすっかな。何を減らすか。ビビり玉とかでこういう全体攻撃系はちょっと欲しいよな。何を削るか。復活ドリンクを削るわけにもいかんしな。悩むな。スーパーキノコ削るか。とりあえずね。火炎玉とかビビリ玉系はちょっとね、欲しい。これはロイヤルシロップはあるからいいや。ロイヤルシロップそんな使わないからな。ここ。これで。氷玉、そう、こういうの欲しいんだけど、だバランスだよね、これ。アイテムのバランスが結構大事になってくる。どうすっかな。羊の衝動とかぶっちゃけ、いるのかな、羊の衝動。こっから雑魚キャラ的なものを倒すのかな。わからんな。とりあえず、キノコ削るか。ちょっとまあ氷玉とかもいるのかな。まあスターの卵があるからそうでもないんだけど、正直ね、正直スターの卵があるからまあ絶対必要ってわけじゃないから、この何にせばアイテムのバランスが大事だよねっていう話ですね。うわっ、危ない。まあこの辺はもう、あい、ああ、もう俺苦手なんだよね、アクション。本当に下手いな。これ普通にいける。あ、これでいけるんだ。これでいけるならいいよ。わざわざジャンプしなくていいならいいよ。よいしょ、オッケー。ここ。あー、レッドヨッシーエキスはいる。これ無敵状態にしてくれるんで。なら、ビビリ玉を削ろう。レッドヨッシーエキスは3ターンぐらい無敵状態にしてくれる超有効は有料アイテムなんです。これどうやって戻る、これ戻らなくて、あれ俺どうやって来たんだっけ、そもそも。こっからどうジャンプしたんだっけ。そう、こう、なんかわかんな。こう来て、もう行こう。アイテム欲しいけど、でも結構アイテム揃ってるな、今見た感じだと思う。アイテム揃ってきたから、このままもう進んでみるか。これ帰ってこれるのかな、ここ。懐かしい、昔のドンキーコング、ごめん、昔のドンキーコングのパロディですけどもね。このマリオ実況終わったらドンキーコングやろうかな。不詳ドソキーユング、さよなら。これでクリアか、これでクリアか。なんだっけ、超ビンタグローブいらん。さあ6いって、次ここがアクションステージ、変わんないのかな。結局アクションステージは絶対1回は行かないと、アクションじゃないや、バトルは1回やんないといけないか。とりあえず3。あ、これはクイズか。クイズはいいや、あんま好きじゃないんだよな。これは負けよう、適当に負けよう。ここはもう負けでいい。いや、これはもうあのブラックジャックでなんだけども、適当にやって負けよう。これじゃないとこは行きたい。ちゅうか、バトルステージはさよならに突然には効くのかな。効くのであればどんどんもう積極的に逃げていきたいけどな。あと何をやればいいんだろうな。なんでお前が負けんねん。もういいって、もうここ。あー、来た来た。これそうそうそう。こういうアクションステージは絶対行きたい。アクションステージと、どこがいいんだろうな。だから。あ、うれ。あー、もうダメだこれ。うん、これやべ、下手いな。あと何回だこれ。あと8回か。苦手なんだよね、アクションゲーム。よいしょ。で、愚直に上を行く。OK。
ケロケロドリンクがあるか、マッシャイドリンクあるからいいけど、ちょっとケロケロドリンクに変えておこう、一応。こっから、ジャーンプ一番、あ下手の極み。まあ、こっからいいならいいや。よし、さあ次。これが、だからボタン逆なんですよね、これ。ボタン逆。ボタンの操作は逆になるやつです。これが、復活ドリンクはもういいや。じゃあ、ロイヤルシロップも1個でいいのかな、本当は。そんな魔法って使わないからな、これフラワー。うん、こっちに敵を帯か、帯を、あれ来ない。敵をこっちに引きつけておいていきにく。これはウルトラキノコ、スーパーキノコとウルトラキノコ。キノコもなんかいるよな、正直言うと。むずいな、ほんとバランス、アイテムのバランスが本当に難しい。コンペイトはいる。コンペイトは何かを削ってでも欲しい。足早え。足早えを1個捨てるか悩むな。ロイヤル。ロイヤルいるか、2個いるか。まあ、そんな使わないか、ロイヤルいらんか。ロイヤル1個捨てるか。何がこれは正しいか分からない。まあ、そもそもそんなスペシャル技自体使う機会もないしな。よし、さ。まあ、本来であればロイヤルシロップとかめちゃくちゃ貴重なアイテムなんだけども。まあ、これで最悪、最悪っていうか。よしよし。だって FP を上げていけばまあなんとかなるから。あはは。ちょっとクリアしたいな、ちょっとちゃんと。あと6回も半分か、半分あればなんとかなるかな。ああいかん。金も大丈夫か、これお金も結構大事だからな。よし。お金は大事だよ。フラワーでかいな。あの宝箱気になるけどな。もう先進もう、やばい、マジで減って。おお、ギリギリ。指先、いつか足先出ている、絶対。まあ、これはクリア目指すか。なんだこれは。復活ドリンクはいらない。ちょっと待って、理不尽。それは理不尽。あと3回か。もうゴール目指そう。おれ、もう。まあ、あとアイテムが何なのか気にはなるけども。もうまあ、アイテムはもう揃ったからいいでしょう。そしてもあと2回しかチャンスないのか。あとちょっと。もうこれ届かないかな。よいしょ、いける。よし、オッケー、ゴール。ソニックシンバル売ります、今度。で、こっからあとアクション、なんだっけ、あとアクションとクイズだっけな。ソリティア系はあんま好きじゃないからな。1がアクション、まあ、絶対1回はアクション行かないといけないのか。ならアクション行こう。これ逃げれればいいんだけどな、逃げれなかったらどうしようかな。どうしようかな。さよならに突然にでいけんのかな。で、それとも羊の衝動か。これで、バトルか逃げることはできられない。てか、できないのか。そうか、バトルか逃げられないなら、おのずと、やれるとこは限られてくるな、戦える場所は。じゃあ、バトルステージ以外ってことか。じゃあさっきのクイズ系もやんなって、もうやだな。5はなんだ。あー、これか。パズル前にさ、クイズ。メニュー画面の上から4番目の項目？スペシャル。あ、違った。カジオ。ケフカは違う。ケフカは FF だ。ジョナサン・ジョーンズはワイン。え、違った。ヤリドビッヒじゃねえの？ヤリドビッヒ。よしよし。最初のスターピースはクッパ。ジョージア、キノコじゃ、あ、マジでも。あ、キノコ。ゲームの機種はなんだっけな、ゲームボーイ。ジョナサン・ジョーンズ、ジョナサン・ジョーンズ。カブトムシってこれは、カブトムシ 50? あ、わかんない。オノレンジャーはレッド。ヒノピオ、真ん中はなんだ、真ん中は宿屋、宿屋か。ペパットの口癖はゲス。クッパがレベル15はなんだ、突き出るボボンじゃなかったかな。しかしだ、あ、いや、ほんとクイズってマリオ全くやってないな、今回。
今回やってないから全然だな。5番、ちょっとここクリア行こうかな。俺これマジで嫌いなんだよな。冒険の敵はカジオ、デミグラはフォークじゃないの、あの頃に戻りたいはゲームをリセットしてしまう、なんて恐ろしい、バトル、これ時間があるんだ、時間かよ、もう時間があるの。サージェントパターン、サージェント、サージェント大佐違うんだ。カーテンは緑、違った。ブッキーは8代目、うわ全然当たんねえ。ジョナサン・ジョンズ、うわぜ、ヘイホパチンコ、クッパはだから月出ろボボン、レッドヨシエキスはな、え力が湧いてきた。妖怪ベロームはスズメ、うわマリオ RPG のことで何も分かってないな。これ3回目、もう知ってるぜ。ブッキーの機関車はボキグー、なんだこれ 96? 知らんよ。バトル始めからやり直す。キャロラインは人参、ケロケロコ、キノコフスキ、キノコフ、キノコフスキ、あっもうさあは軍曹、こうあったカントリーのパタパタパタタイ、あパタパタイか。パスワードは水族館、ヘイホーはメンパチンコ、ジャッキー、ジャッキーは鉄腕子、最初のスターピースはキノコ城、ジョナサン・ジョーンズ、ジュゲームはトゲ、波平じゃん、うわもうなんだこれ、地味にむずい、もう覚えてないな。真面目にやってないからな今回、真面目っていうか真面目にやってんだけどそこまで見てないからな。最初のスターピースはキノコ城、ヘイホーはパチンコ、ジョゲはワインじゃないのこれ、ワインじゃ、思えばワインじゃないです。キャシーって呼んで、ジャッキーは鉄山港、パイプダンジョンの最初はクリボー X です。パタパタイ、キャロラインは人参、メニュー画面の上か、これ見とこうぜ。装備大、ナンシー、キノ、クッパが月出る部分、ジョナサン・ジョーンズ、うわちょっと待って、これこれはむずい。あれジョナサン・ジョーンズ何の、あやべ、またアイテムメニューが見てなかった。ゲームの機種はゲームボーイ、ジョナサン・ジョーンズ、月出ろボボン、なんだっけ、緑じゃなかったっけ、青、青か、青なんだ。マイトはダイナの、マイトは姉、えブッキーの機関車はボキ90、えこれ違うのだから、うわーもうちょっとやべよ。キノコフスキー、盗賊クロコは4人、あ3人か、もうまたこれダメじゃん。ムクムク、ジャッキー、鉄山子、うわーこれ地味にきついな。あー辛いな。最高、キノピオは真ん中は宿屋、カントリーロードの崖はパタパタイ、ベロームはスズメ、ブッキーこれなんだ、ボキ69、キノコ城、ペパッド、ゲス、ピーチ、何を、花を摘んでいた、これ新しいな、これ見てなかったー。メス、いやこれはむずいな、全然答えがわからんまま来てるからな。結局装備か、一番世話になってないじゃないか、メニュー画面の上から4番目。カントリードはパタパタイ、スターピースはキノコ城、サージェント軍曹、ジュゲームはトゲヘ、タコロンってなんだ、あーコウモリのパタパタイか、ムク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 、おっ、あとちょっと、キャサリン、キャシーって、あとちょっと、あとちょっと、よーしいけるいけるいける、これいったんじゃないか、よしよしやっていけた、あーしんど、
これ苦手なんだよな。これね、苦手。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13。よしよしよし、数を数えるんですよね、これ。だから多分13じゃないの。13。え、違った、マジか。いや、ちょっとしんど。このもうマジ嫌い。カット。よし、さあこれ、あれ13個じゃなかったんだ。もうこれ苦手なんだよな、この空間把握系の問題。よし、行きましょう。1、2、3、4、5、6、7。あれ13じゃないの。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。おお、これは、あ、そっか、数毎回違うのか。でも13、さっきは違ったんだ。うわ、わかんねえ。わかんなくなった。数字がわかんなくなった。わかんなくなったけど、勘。46。おお、正解。勘が当たった。3分の1だからね。これかー。推理問題。はい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 。4人がどういう順番でゴールしたか。自転車が調子が悪くて4位に落ちちゃったけど、結局水泳と同じ順位で、水泳と同じ順位。彼は水泳。水泳も自転車も順位同じだったけども、マラソンで2人抜かれちゃった。はいはいはい。水泳で3位だったけど、ゴールするまで3位より上になったことなかった。ということは3位か4位、この子は。3位が最高位。ふっくんには抜かれてない。うわ、わかんない。これが3位か4位だから、そこ確定させたいな。順位はマラソンで2人に抜かれた。水泳も自転車も同じ。4位に落ちちゃったけども、ってことはこいつが3位じゃないかな。ちょっと待って、これすっげえむずいな。これ自転車でプックンを抜いて、その後はプックンを抜いて、だからプックンよりも前。こいつはプックンよりも前だから、4位に落ちちゃったけども、水泳と同じ順位でゴールができた。超むずいな。ちょっと今状況ちょっとメモしながらやっていこう。水泳も自転車も同じだったけども、あー、どうなんだこれは。むずいなこれ。はははは。はとりあえずメモは OK。 もう一回、水泳でさ、ゴールする方、3、だからこいつが多分3位か4位だはずなんだけどな。こいつは確かどっちなんだろう、結局のところ。あ、まあちょっとメモとりあえずメモ、携帯にメモしながらやっていこう。っていうことは、ちょっと待てよ待てよ。はあ、でもそっか、はあ、はあははあ、は。テレボーがだから、そっかそっかそっか、はい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 。ちゅうことは、はいはい、ああ、はいはい。ちょっと待って、もう一回お前、はいはいはい、二人でした、はいはい。二人抜かれて、ああ、そう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 、だから。はあ、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 はあ。もう一回。水泳で、はい。苦手だけども、なんとなく分かったかな。4位にはそうだよね。そうそう。ちゅうことは、OK!
ゴールしたと思う順番からや順番にということなんで、ちゅうことは多分こいつが1位じゃねえの、多分僕が1位、はい、ほいでっていうことは君が2位になるはず、多分。違うかこれやり直し聞かねえか、いや合ってるか、いや大丈夫か、なんか自信がなかったきたな。そう君がだから3位であなたがじゃないの、ちょっとちょっと途中怪しいけど、うわー、まあ、ダメ、もうマジかよ。よーし、ということで帰ってきました。さあ、こっから再びでございますけど、これ証言変わんのかな。さあ、はあ、トライアスロン、水泳、自転車、マラソン、さあゆっくりやっていこう。もう一回、水泳も自転車、これ同じなのかな、言ってることは。マラソンで2人に抜かれちゃったと。はい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 。で、自転車でテレボを抜いて、その後は抜かれていない、3位より上のことない。結局水泳と同じ順位でゴールをすることができましたと。はい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 、あーなるほどね。ちょっと待ってくださいね。へー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 、ちゅうことは結局言ってること一緒、俺の押し間違えたのかな、多分1,2,3,4じゃないの、違うのかな、メモ見た感じだったの、なんかそんな感じ、1,2、多分そうだよ、あなたが2位なはずなんだけども、俺のメモが間違ってんのか、これはどうなんだろう、なんかどっかで勘違いしてんのかな。これでどうだ、プックン、クリーター、カロリー、はい。なんで違うの？なんで？わかりました。さあ、これでどうだ？結構時間かけましたけども、テレサ、今回はテレサだよな。で、カロン、で、クリボーお前だ、これでどうだ、よーし、いけた。結構考えました、結構悩みなんで、いけてよかった。もう相当メモをしましたけど、ようやくなんとか報われることができました。はい、ありがとうございます。結構ここまで来るの時間かかったな。さあ何を削るか、これグルトラとこの取っておきたいかな、レッドエクシー足、はい、どうしよっかな、足生えか、ケロケロ悩むな、復活はいるもんな。まあスターの卵があるからそこまでコンペイト的なものはっていうのがあるけども、一応足生え削っとくか、よし、こうあと1個かな、これでめっちゃ時間かかったな。で結局この3番のこれに挑まないといけないというわけですね。ちょっとこれブラックジャックですね、さっきも、まあ、途中でもやったんですけども、21個1,2,3,4,5,6,7,8,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20、あ、これいける、 1,2,3,4 これで勝ちじゃないかな。 OK、 さあ次こっち、このややこしい次の、まあ、あれはいいか、この気持ちいいボタン踏み、このボタン踏みは結構気持ちいいからまあいいんだけどもね、これは適当にやってればそのうち終わる、こんな感じで、これやってる方は気持ちがいいんだけどもね、これで、これじゃ終わらない、やっ
ってる方は気持ちがいいんだけども、これで終わるんじゃないか。あ、終わんなかった。これでこれか。これで終わるはず。よし、来た。さあ、最後ソリティア。これがね、よくわかんねえんだよな。これ分かってるんだけどもよく分かってないっていうね。これをだからどうするか。こう来て、斜めってこれいけないんか。ならば、まあでもこっちからも蹴るしかないもんな。もうこう来て、あ、これ積んだかも。これマジわかんねえな。なんかもう積んでる気がするんだよな。でも積んでないんだな、これ正解ってことは。あー、これ斜めはだから蹴れないんだよね。これ系のパズルはほんと苦手。でもここしかないもんな、蹴るとしたら。こう来て、こう来て、ダメだ。うわー、もうマジで嫌い。で、これ子供向けじゃないよね、どう考えても。これこれで終わりか。よし。疲れた。これでコンペ、あ、これで終わりか。そっか、これでコンペといらないかな。もう3つ。じゃあ氷玉減らしてコンペとでいきますか。さあ、こっからようやく、バトルに向かうことができますということで、今回ここで終わっておきましょうかね。今回バトルなしということでございまして、以上パルプンテJルサッカーチャンネル、サブの僕下方チャンネルとお送りします。さら。